ちのうちはてんやわんやの騒ぎ。今度正月一緒に来たようなてんてこまいの忙しさ。何がなんだかさっぱりわからず、どれがどれやらさっぱりわからず、何も聞かずに飛んでは来たけど、何を買うやらどこで買うやら、それがごっちゃになりまして、わてほんまに酔いわんわん、わてほんまに酔いわんわん。たまの日曜サンデーというのに何が因果というものか、こんなにたくさん買い物頼まれ、人の迷惑考えず、あるものないもの手当たり次第に、人の気持ちも知らないで、わてほんまに酔いわんわん、わてほんまに酔いわんわん。何はともあれ買い物が地面に魚屋さんへと飛び込んだ。タイにヒラメにカツオにマグロにブリにサバ、魚は取りたてとびきり上等かいだあれ。おっさん買うのと違います、刺身にしたならおいしがろうと思うだけ、わてほんまに酔いわんわん、わてほんまに酔いわんわん。鳥がイヤカがイタゴにイカ、エビにアナゴにキスにシャコ、わさびを効かせてお寿司にしたならなんぼかおいしがろ、なんぼかおいしがろ。お客さんあんたは一体何かいまんねん、そうそう私の買い物は魚は魚でも、おっさん鮭の缶詰おまへんか、わてほんまに酔いわんわ。あおかいな、ちょうど隣は八百屋さん、人参大根にごぼうにれんこん、ポパイの好きなほうれん草、トマトにキャベツに白菜にきゅうりに白ウリボケナスかぼちゃに、東京ネギネギブギウギ、ボタンとリボンとポンカンと、マッチにサイザにタバコに人体、ややこし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 、あーややこし。ちょっとおっさんこんにちは、ちょっとおっさんこれなんぼ、おっさんいますかこれなんぼ、おっさんおっさんこれなんぼ、おっさんなんぼでなんぼが、おっさん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 、わてほんまに酔いわんわん、そんなら向かいのおばあさん、わて忙しうてから今げんので、ちょっとこれだけおくなはれ、書きつけ渡せばおばあさん、これまためくらで読めません、出たぐり半分なにしないよ、わてほんまに酔いわんわん、わてほんまに酔いわんわん。心臓